20年ぶりに切りました。バサリと。あのある某テレビ番組でですね、記者さんが出てらっしゃって、切るでしょ、私と思って。ベロベロに酔っぱらステあれですね。3日後に切りました。早速ですが、秋のニュースは何かありますか。あ、別に大したニュースはないんだけど、僕のちょっと自分の使ってる端末の環境の話ちょっとね、おまけまああんまりその皆さんのお役に立つかどうかわかりませんが、ホーリーはですね、えっとこの自分のまあ僕はまあアコースアイと。 あとまあギャラクシー、フリップ、はい、フリップやフォールドを使っています。これはドコモ、はい、でフォールドはえっとエーユー、AU はい、でソフトバンクはまあ去年購入したライツフォーン、うん、2を使っているんですが、うん、やっぱりそれだとアンドロイド、アンドロイド、アンドロイドなんで、確かに、アイフォン持っていかなきゃいけないも持たないわけにいかないんで、はい、やっぱ触らなきゃダメでしょうって話でて、アイフォンも一応まあ去年は14プロマックス、はい、で回線はエーユーだったんです。うん。 合計4台できれば持ってねって話なんですけど面倒、はい、くさいなと <laughs> 正直なところで割とよくえっとライツフォーを忘れえなぜで困ることが1個あって、うん、僕がよく行くバーはいつもペイペイで払ってまんですけどあっ p a そうで困ったなとで、ってないと、ね、は音楽な入ってるんでこれを忘れると車乗ったいとな 音がないないよく考えたらソフトバンクを久しぶりに iPhone にした方がいいんじゃないかと思ってー、はいはい、で au で今まで使ってた4 0プロマックスのデータをそのまま5 0プ r マックスが届いたんで入れましたで SIM をソフトバンクに入れ替えて今こうなりましたと<ー>じゃあその残りはどうするのってもうこれはも,もうドナドナ前のやつはイシ <laughs> さんジャンパラさんよろしくお願いしますって形で一応まあ買い替えるとって形になりました収まりまりしたねあと困ってるやつを今日やるんだな <laughs> ということで、お届けします。ホーリン孝之の、携帯しようぜ。今回 今回ご紹介する端末は google google pro pixel 8 pro まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズは高さ1 6 2 6ミ、mm、リ幅7 6 5ミ、mm、リ厚さ8 8ミ、mm、リ重さ 213g ディスプレイ6.7インチ QHD プラス UKL2992×1344 トット Android14 搭載 CPUGoogleTensorG3 内蔵 RAM12GBROM128GB256GB512GBSIM はナノ SIMESIM バッテリー 5050mAh アウトカメラは5000万画素4800万画素4800万画素のトリプルカメラインカメラは1050万画素となっております。さて皆さんお待たせしました Google の新しい PixelPro ご紹介です。 携帯ピックアップです。今回はこちらの端末です。Google Google Pixel 8 Pro ということでお届けします。はい。まあ国内では Google さん自身のまあいわゆるストアですね。Google ストアに加えて、うん、どこもエーソフトバンク、さらにオープン市場向けでまあ家電量販さんとかも含めていろんなところで売ってますと。はい、で、まあシリーズとしては2機種なんだけども、今回は Pixel 8。 プ黒の方をご紹介したいということになりました、うん、はい、はい、もう今や本当 CM でバンバンね、はい、流れてね、はい、もう注目の端末なんでいきたいと思います、はい、イエタちゃんかわいいですカラーなんですか三、はい、色展開になっています、はい、こちらからいきましょう、えー、ベイ、そしてポーセリアン オブシリアンという三色展開になっております。はい、えー、それではまずはピクセルシリーズご紹介をお願いしたいと思います。はい。まあまあ Google といえばもうね、検索からまあ G メール、Google マップ、YouTube もいろんなことをインターネット上でまあサービスを提供している会社でありつつ、実は Android スマートフォン、Android プラットフォームを作っているまあ会社でもあります。でその Google 自身がえ作ったスマートフォンがピクセルシリーズと。Google が 作るスマートフォンということで Google のテクノロジーも体験しつつ当然 Google が提供する各サービスも快適に使えるようにするためのスマートフォンという位置づけかな今年2023年は5月にまずピクセル 7A。はい で8月夏に私お届けしたんですけど、うん、ピクセルホールドご紹介しましたが、はい、えこのあたりの機種と位置付けの違いなどをお伝えくださいはい、はいはい、ピクセルシリーズは、まあ、大きく分けて2つシリーズがあると思っていただいていいです 1>,、はい、1個は、えー、まあ、いわゆるその今回ご紹介する秋に出てくるフラグシップはい だからピクセル何番っていうの、ねうん、要するにピクセル、まあ、今が8です 8? 8ですけどももう一つはですね例年大体春頃から夏頃にかけて出てくるんですがこれはえっとまあお手ごろ価格帯の、まあ、ピクセルの A シリーズ、うん、で今年5月にピクセル 7A というのをご紹介しました、うん、でこれがまあ A シリーズになるんですけれどもで A シリーズは実は前の年のフラッグシップモデル、うん、だから7。はいはい セブン、セブンプロのお手頃バージョンっていう位置づけでそういう周期で大体やっているという感じなのでじゃあこの前折り畳みやったやんけって話したんですけどそれはまあいわゆるちょっと今年初めてピクセルフォールドが出たんで今後どうなるか分かんないんですよね。本当にだからあのさんっていいい意意味味ででも悪い意味でもあの 無理して続けなない会社なんでやめるとき <laughs> はバサッとやめちゃうんでうちょっとどうなるか分かんないんですけど定期的なモデルでのかどうなるか分からないんですけれども <laughs>、はい、一応まあギャラクシーなんかと同じで通常のシリーズの上の要するにプレミアムラインとして今年はまあ一応ピ、うん、クセルフォールドは。 出てきましたえー、それではですねまず今回のこのピクセル8シリーズ、はい、これは2機種です、はい、まあ8と8プロってことですね、はい、大まかな違いは何ですか、はいはい、ちょうど今2つあるんですけれどもこんな形で大,<ー>大小と2つの形2つのサイズ感になりますけど基本的なスペックは同じです、はい、あのチップセットとかも基本的に同じなんですけれども、うん、ディスプレイのサイズが違う それに伴ってボディの大きさもちょっと一回りちょっとぐらい違うかなう、はいうん、みたいな感じなんですけれども、うんはい、もう一個の違いはもう早めに見てなくても一目瞭然なんですがカメラが違いますと、まあ、いわゆるカメラバーに収まっていると、はい、横の棒の中に収まってるいることで,、ね、でこれまあなんとなくちょっと見えるんだけど、まあ、こっちのエイトの方は2つ。 はい、デュで,で、こっちの方はまあ要するに三つっていう形になってますスペックとしても実はカメラはメインカメラは同じなんだけど、他のカメラは違う。望遠とかえ直角とか若干仕様が違いますというところで、で、まあおなじみの機能はどっちも楽しめる。基本的にはできます。なるほど。はい、はいえー。それではですね、早速ボディから見ていきましょう。はい、幅は七十六点五、高さ百六十二点六、重さ二百十三。うん、で、まあゆきちゃんはさっきちょっと持って。うん いかしらって言ったんだけど言ったんだけど軽量化した15プロマックスは軽量化したんで軽くなってますよって言うんだけど実はピクセルの方が軽いって221対213なんでまあたかだグラムの違いなんですけれども一応違いますというところであとピクセルとしてはちょっと今回いろいろ変わってるところがあって背面が実はマット加工のサラサラ仕上げみたいな感じに。 なりましたピクセルシリーズは今までみんなガラスの光沢だったんでまあまあちょっと新鮮かなと思います。で、えー、と防水防塵は、まあ、IP68 対応なんでまあ普通にまあ。うん えー、防水で使うことができますと。そしてバッテリーです。バッテリーこう1050ミリアンペアはいで最大30ワットの急速充電を使います。まあ USB PD 3.0で充電ができますけれどもだいたい30分で50%ぐらいまでいきますんで、うん、まあまあいつも言いますけどあの女性の方であれば朝の化粧している時間の間で、はい、まあなんとか、ね、あのはい充電できるかなという感じです。でアジアの方は残念ながら別売になりました。一部その急速充電のところはついてますけれども、うん、そうじゃない、うん、その。 やつはまあだいたい最近充電エアシャーとはつかないと。うん、でただまあ地域対応のワイヤレス充電なのでにも対応してるんでまあそれもまあ普通に使えますと。うん、あとはまあバッテリーシェアといってこの端末のバッテリーを他の、はい、例えば、うん まあピクセルバーツとかに対してえと充電するみたいな使い方も一応できますというところですね。さあそしてディスプレイです。はいディスプレイはまあこんな感じで六点七インチの QHD 対応の LTPO オーレ d まあ要するに u q l ですね。うん、になっては千六百ニット最大ですけどもまあピーク時だと二千四百ニットまで明るくなるとでまあ u q l なんで当然コントラスト比はすごく良くてまあ百万対一。リフレッシュレートはこれは結構良くなっていていわゆる一から百二十フレットなんでまあいわゆるアイドリングストップというか。はいうん 今みたいに全然動いてない状態だと、まあ一秒か二回の書き換えでバッテリーをセーブできると。はい、で、正面にあるのは、まあコーニングのゴリラガラス、はい、ビクタス2というのを採用しています。このディスプレイなんですが、うん、またかセブンプロ前のモデルと同じような感じになりますか？ええ、実はですね。はい。なんとなく見てるとそんな感じに見えるんですけど、うん実。実は実、ね、は大きく違う。あ、大きく違う。はい。こっちが8プロ、こっちが7プロ。 で、この要するにエッジ部分を見てほしいです。はい、エッジが。だから、実はセブンプロは。両側端、要するに両方のこの脇ですね、横側面側に向かって、ここは。ラウンドしてる。うんうん、ところは今回は。フラットディスプレイ。そうですね。はい、これは何か理由がありますか。あのー、まあ、いろんな理由が考えられるっちゃ考えられるけども、なんかど。 Google ググさんからはね別にこれですっていう理由は全然出てないんですけど、はい、でこういうエッジディスプレイは採用する端末はあるしまあエッジディスプレイ没入感があっていいですと僕も散々記事でも書いてあるし番組でも言ってるんだけど実はね一個リスクがあって何かってうと要するにね落ちた時にですね割とこのエッジ部分ここをね傷つける可能性がある、うん。で実はこれは僕が今使ってるセブンプロなんですけど実はですね ここら辺を触っていただくと分かるんですがなんかザラっとしていところ、うん、してますしてます、うん、これ何かっつといと、うん、実は一回落としたんですよ、うん、あ、そうなんだ,だ画面は割れてないんだけどでしかも全然低い高さからちょっと落としたんだけどカバーもついてたんだけどやっぱここが少し地面に擦れたみたいで <laughs> 微妙にちょっとがて実用上は何にも問題ないんだけど若干やっぱり傷がつきますと。エイトプロを見るとちゃんとこの縁の中に画面が収まってるとこの縁で助けられるけですね多分ねもう本当にち方はどうなるかによるんだしあとはできれば本当はこういうカバーをちゃんとつけてもらった方がいいんだけどもエッジディスプレイはそういうリスクもあるというのもあって多分そこを嫌った可能性もあるというのもあるしあともう一つはエッジディスプレイってこういうふうに横曲げてるでしょ。曲げてるのはは実 ガラスはこういう状態で成形されていてそれに対して下側から UQL のディスプレイを、うん、フィルムみたいなやつを貼り付けてるんですよ。はいはい、ってことはそこに何か力がかかるともしかしたらその貼り付けてるフィルムが衝撃を受けたりするとそういうことでトラブルになる可能性もなくはない、うんうん、そういうのも含めて、まあ、ちょっと、まあ、やっぱフラットの方がいいかしらっていうふうに今回は考えたの。 かもしれな,いですなるほど、はい、そしてディスプレイの中には、はい、指紋センサーがあります、はい、で、今回は光学式の指紋センサーが入っていて、はい、まあ,あのこれも僕登録してますけどこんな感じでいつものようにここにマークがあるのでぴょんとおいよこんな感じで、うん、まあ外れますというところでございます、はい、で顔認証にも対応していますんで,、えー、で顔認証は実は単純に画面録解除だけしなくてアプリのログインとかにも使えて、うん、設定を変更すると 毎回あの顔認証をさせるようにも設定はできます。うん、この辺はなんかあの顔認証をちょっとこれから多分強化していこうかなとおそらく思ってるんだと思います。はい、そうですあくまでもはい。はい さあそしていよいよよカメラです、はい、背面がカメラ、えーまあ、5,000万画素4,800万画素4,800万画素のトリプルカメラで、まあ、広角超広角望遠ですで。広角は大体2 5ミリ相当で望遠が1 1 3ミリぐらいなんで大体まあ広角5倍ぐらいいつものように超解像ズームで遠くを撮ってさらに、えーとまあ、いわゆるデジタルズームを組み合わせた画像保管とかもちゃんとした上では30倍までの超,、えー、超解像ズームができます超広角も実は えっと、クワッド P. D. っていう方式を採用していて、まあ、がくがい百度なんですけど、ちゃんとオートフォーカスに対応していると。さらに、マクロも取れるんで、んちょっと取ってみたんですけど、別にマンホール取ったわけじゃなくて、コインですユ。ユーロのコインです。えー、すごい。まあ、なかなかよく取れません、ね、みたいな感じで、こんなぐらいのコインです。これが。はい、これを要するに、まあ、あうこういうところとかに置いて、まあ、こうやって取ると、うん、こういう取ると。 まあ拡大するとこれぐらいまで行きますみたいな話なのでいろいろ遊びあると思います。うんうん、ぜひお試しいただくといいかなと思います。はい,いうとこですね。はい。でインカメラはえっと上にありますけれども、えー、パンチホールの中に2500、えー、万画素 F2.2 のカメラでこれも実はオートフォーカス対応なので割とまああの どれもくっきりかっきり撮れるようにうまく作り込んでるなっていう感じなので本当、うん、であのー、撮影機能もですね実は撮影補助というわけでオートフォーカスもマルチゾーンレーザーオートフォーカスとか通常は1箇所なんだけどいろんなゾーンを含めてオートフォーカスをするとかスペクトルセンサーで色の調整を取るとかあとフリッカーってって今これあの蛍光灯なんかだと当然あのフリッカーっていってこうチラチラしてしまうんですけどそれもまあ一応制御ができるとかいろんなネタがたくさん 入っておりますというわけでですねもうんかお腹がいっぱいなぐらいすごいんじゃないのって思うんですけどカメラは進化しているそうですねメインカメラは実はスペックは同じなんですけど実はレンズが明るくなってたりとかするんで変わってますと。で PDF も進化したりするんですけど実はプロのみに載ってるネタがございましていくつかあるんですけれどもプロ設定うできカメラを起動するとこんな感じのファインダーカメラですホーの顔が半分映ってますこの 左下ここのアイコンをピッッととタップしますすそうるでなのでここでプロを選んでもらうとこんな感じで細かい感じで解像度変えたりとか<ー> JPEG のみで撮ったりとかローで撮ったりとかレンズも選択できたかレンズ選択できたまあ絞り変えられたりするんですけど<ー>で当然その他の設定とかもいろいろあるんですが、うん、でもう一個あるのはこの反対側の下、うん、でここを選んでもらうとこんな感じで。 明るさとかシシャャドドウとととととかかかかホワイトバランススス、はい、フォーーーカスとかシャッタピ度とか、うん、こういういのを変えられます、はい、でこういうのは実はあんまりあのピクセルってほとんどそういうそのやつの、まあ、マニュアルカメラで撮る人たちのような楽しみってあんまり追求してなかったんですけど、まあ、今回はそれをしっかりサポートしてますていうの結構大きいポイントで、はい、ちょっと凝った写真を撮りたいですみたいな、まあ、カメラマンさんとかママチアカメラマンみたいな人の楽しみも結構、まあ、サポートできるようには今回はなっていますと。 さあそしてまあ Google ピクセルといえばですよ消しゴムマジックでございます。はい、はい、もうこれはもうね復旧しまし当然今回も,、はい、もう当たり前のようにありますけど。さらに新しい機能が、はい。で今回面白いのはまあいくつかあるんですけど、はい、まあ一個はですねこうちょっと後でまあサンプル見てなくていいんですけどあのベストテイクっていう機能があります。うん、僕とゆきちゃんが今こうやって並んでます。はい。で向こうに向かってでわーいって写真撮るんだけどはいチーズってやるんだけど僕の手が上がったり下がったりとか僕はこっち向いちゃいとかいろいろこう集合写真を撮る作って,きて。 みんないい顔に映らないことがあるのでそれを撮った画像を過去にちょっとその、まあ、何枚か本当は撮るとベストなんですけども、うん、複数枚その場所で撮ってみてでみんなのいい表情のやつにこう差し替える機能をちょっとおわしのやとしては是非あの皆さん集合で撮るときはピクセルで撮ってみてください。 あとはちょっと変わったところだと「編集マジック」っていう機能があって、はい、例えばこんな感じで「<laughs> 何やってんだお前」みたいな話をなする、ね「サ、はい、ッカーボール手にしたかったのでできませんでしたってちょっとずれちゃいました」みたいな時はですね、はい、これでこう例えばこんな感じでちょっと編集マジックを選んでいただいてでこれでホーリンをこうやって囲ってもらうとこんな感じで切り抜きができますと。<laughs> でこれでこんな感じでずらしと手の位置があったでしょさっきまで合わなかった。 本当だでこれは背景がこのスタジオなのでこんな感じだと思いますけど例えばよくあるこの今回のピクセルの CM とか多分出てくると思うんですけど何ができるかっいうと。 よくこう滝とか例えばな仏像でもいいけどそこにこう手を出して私ここに来ました鎌倉の大仏手の上に乗ってます、うん、みたいな感じなんだけど、うん、微妙にずれてたりすると思なそ,そういう時はその自分の大きさとかその鎌倉の大仏とかをこうオブジェクトを選んでそれをこう,うまく位置を調整してちゃんと乗ったりするみたいな編集機能が載ってます。こ、うん、これれももも面白いといととととううのあありますすし一つででねこれはさっっきちょっとゆきちょゃんと二人で あのご協力いただいてちょっと撮ったものがあるんですが、はい、まあ我々実は番組こうやって撮ってるんですけどこの番組に本当便利な機能かもねみたいなことを言う話があるぐらいのネタが今回、うんはい、これはもうフワちゃんがあのテレビでやってますけど <laughs>、はい、CM でやってますけどあのいわゆる「音声消しゴムマジック」っていう機能がございまして、ね、これはなかなかよくできていてでちょっとお見せしておくとですね。はいいいれですすなんかこれぐらいのシーは今日は頑張ります はいしいものをいっぱい食べてちょっと今しゃべってるんだけどうるさいでしょ後ろの車の音うるさいでしょ、はい、街中の雑踏これで編集っていうのを選びますと音声っていう項目がありますあったで上に音声消しゴムマジックっていうのがあるのでこれを選びますと <laughs> うん、うん、そこで今音声をここで分析していますとサウンドを通してそうすると声ノイズ自然っていうのがあります

っていう感じで、まあまあ、簡単に言うと後ろの音を選んで抽出して一回そのちゃんとこうデータを解析しなきゃいけないんですけどした、はい、上で消せますだから例えば声とか音楽からあと周囲の人、うん、周りの人が何か喋ってるみたいな話もそうですけど、うん、あと自然ね CM で言ったよ滝の音とか川の横の,あのサラサラサラみたいな音もそうだし。 あとととノイズかか風とかこういうのがああるると結構そうこういうこいのを要するに抽出して声だけを選んで風の音とかその自然の音は消すみたいなことができるので,でもこれはぜひ楽しんでいただくといいかなという感じでございますしあとまあちょっとおまけとして Android よくアップデートがねみたいな話を言ってる人がいるんですけどなんと今回の Pixel8 ProPixel8 はですねなんとアップデートは7年 ただこれ確かに7年はすごいことなんだけどじゃあ7年使うのかって言われるとんっていうとこなんですよだから問題は問題はつくかそこでいいポイントがあるのは7年経ってもアップデート要するにセキュリティ上の問題があってもちゃんとバッチも配られるんで例えばユキちゃんが3年使いましたあとに手放すその後もまだ3年経ってもまあ七年 <laughs>。 まで面倒見てくれるわけですからアップデートもできるんで、うん、そういう意味ではまあ安心して、まああのリセールバリューもちゃんと考えた上で、七年アップデートをしとったのは結構大きいポイントかなと思います。さあそして気になる価格です。これあのちょっと今回はですね、三社で売るので、まあちょっととりあえずこんな感じですね。これはあのグーグルさんで、これはドコモさんなんです、ね、でこんな感じでですね、えっ、ー、とまあグーグルさんとドコモさんのお値段で。 えこういう形になってるまし実は Google さんはストレージのよりは3種類あるんですが、うん、ドコモさんは実は2種類しかない2ゴロと512しかなくて、はい、512はオンライン専用で販売ということになります、はい、でプラスそれ以外に当然言うまでもなくちょっとこれだいぶ,、はい、だいぶそっちに伸びますけども、はい、こんな感じですね au さんもあるしこんな感じの価格構成になっております、ねはい、これ、まあ、Google さんの値段を基本で言うと128が、うん、15万9900円大体16万円ぐらい。 で2号郎が16万9,900円で、えー、5・12が18万9,900円で、うん、各社キャリアさんで買うと、まあ、それからプラスそうですね12万,万ちょっとぐらいは乗るかなって感じ、うん、その代わりいわゆる端末購入サポートプログラムが使えるんで、まあ、月々の払いは、まあ、安ければ大体いい3,000円ぐらいからのスタートで。 え高くてもまあ大体5,000円切るぐらいみたいな感じになりますのでまあ5,000円ぐらいかな5,000円前後だドコモさんの512が5,203円かからなのでだからまあ大体5,000円前後ぐらいよりは安いぐらいのレベルでまあ支払いは抑えられるとまあだからその代わりまあ2年間払わなきゃいけないんでそこはちょっと大変なんですけどもまあ何でしょうまああの。 去年のね、これ去年とか今年の Pixel7A で,でもいいし去年の Pixel7 でもいいんだけど、まあ、去年の、えっと、Pixel7 とか今年の Pixel7A はそうなんですけど割とグールさん頑張って為替レートの影響が出ないようにできるだけこう先行発注したいってうまく価格を抑えてたんですけど、うん、今回はもう素直に向こうで言ってる値段のまあ大体今の為替レートまあ前後ぐらいの掛け算でまあ出てきてるんで高いなという気もするんですけど。うん まあだいたい今の輸入品としてはまあ妥当な路線でも高いよね。はい、だから安く買うにはどうしたらいいのみたいな話になってくるかなと。さあそして昨日チェックです。はい。えっ、ー、と防水防塵先ほどお話し,しましたが IPX8 防水 IP65 防塵フェリカ対応です。で着信拒否に関しては今まで通り指定と公衆と不明があるんですがこれぜひですねちょっと皆さんに音声を聞いていただきたいネタがございましてですね。 えっとですね、これは何かっていうとですね実は音声をですね、まあ、ちょっとこうデモを見るってして頂くといいんですけどこんな感じでこれはあの通話スクリーニングの,あのこの機能の設定のところにデモを見るっていうのがあるんで,でこれをタップしてもらうとこんな感じで「かかってきます」で番号を見て「えー、っと通話をスクリーニングをタップします」ってやると、まあ、ちょっと対応が変わりますのでこれはどういうふうになるかっいうとこんな感じで。 まあかかってきたらまあ不明な発信者に対して推測をする人じゃないこの人は誰だろうみたいなことは言わなくて済むと。はい、それは到底どういう状態になるかつのをおとつきで言うと。おかけになったお相手は Google の通話スクリーニング機能を利用しているため、はい、通話の内容は記録されます。お名前とご要件をお話しください。っていうことができました。でさらにもうこいつ拒否したわっていう時はどういうのがなれるかと。 この電話番号を連絡先リストから削除してくださいお電話ありがとうございましただ電話してくるなとは言わないけどその迷惑電話のリストから俺を外してくれと いう,ようなことグーグルさんがグーグルの僕多分普段のんのグーグルアシスタントの声の方ですけどこういうことができますと。ということでまあ要するにスクリーニングだからまあまあ簡単に言うとまあ要するに迷惑電話を拒否するというかまあいわゆる仕分けるような機能がついているのでこれは自分の迷惑電話を検出する機能と合わせて組み合わせればまあ連絡先もちゃんと作ってね おもうこれで安心して、まあ、特に今最近流行りのなんかよくわけのわからないアンケートに答えるあのなのか今更マイナーポイントまだ間に合いますとかわけのわからない電話がたくさん来るんですけどそういうのを一応対処するには非常にいい機能かなと。うん、これだからの今のまあ,あと電話メモはないんだけどさっきの通話スクリーニングがまあ,ある意味電話メモ的な使い方というか拒否も含めてできるのであのぜひ便利に使っていただきたいと思いますそしていいいところ悪いとこころろ悪です。 では、ズバリいいところ悪いところです。では、いいところからいきましょう。はい、では、いいところ。じゃん。えー、楽しさ、便利さ、いっぱい。音声、消し込むマジック。うん、広角もワイドも、美しいカメラということです、はい。まあ、あんまり今日言わなかったんだけど、実はカメラが。実はですね。頑張ってるっていうこと、あ変なんだけど。メインカメラは当然、ね、で、こん、今回、あの、まあ、レンズが変わったりとかしてるんですけど、実は、その他のカメラも。 さっきちょこっとだけ言いましたけど画素数がなんと5,000万画素4,800万画素4,800万画素ってなかなかないと思うんで、うん、まあ結構頑張ってますので、うん、まあさっき言ったその超合格も含めてちゃんとオートフォーカスできますマクロ2センチまで撮影できますみたいな話も含めると結構カメラは楽しい。うん、で音声化粧マジックは今日ちょっとまあ,ああいうシチュエーションをあえて作ってやりましたけど多分皆さんがこのご旅行とか普段のまのこれからだと年末に向けてパーティーとかやるときに。 後ろで鳴ってる音楽うるせえよどうなっち話聞けねえじゃんみたいな時に、まあ、あれを使っていただいて例えばまあみんなでメリークリスマスみたいなことを言ってるなとかも撮るのにも楽しいと思うんでうんぜひ使っていただきたいというところだと思いますで実はピクセルはほんと他にも紹介したい機能がたくさんあるんですけど。はい ちょっとでも本当にね紹介しきれないぐらいで、ね、んいなんかどっかで機会があったらピクセル楽しさ特集でもやろうかなと思ってるぐらいなんで、はいあのぜひ皆さんもあのちょっといろいろ試してみていいのかなっていう感じだと思います。はい。悪いところがあるんでしょうかうどうでしょう行、はい、きましょう。はい、さあありますか悪いところじゃーん。 えー、容量とカラーの選択肢が高くなりました。点々点交わせレートなのかなというテ、うん、ストアクレジットで何を買うというところで、うん、で、はい、まあ容量とカラーは本当に今回まあまあ例えば要するにこのこの人、はい、黒い人が五百十二だっけ一番上のモデルしかないとか、はい、まあこれ毎回そうなんですけど、はいねうん、なんかもうちょっとうん例えば この色の碁一に欲しいなとかこの色の碁一に欲しいなみたいな人も多分いると思うんで、はい、なんかちょ,っとちょっとそろそろその制限なんかまあ台数的にいろいろ制限はあるんだろうけど、うん、なんかちょっと考えてほしいなっていうのは正直なところです、はい。でせっかくこのまあ黒もいいんだけどこっちの2色もすごく僕は綺麗だと思うので、うん、あとまあキャリアさんによって容量が違うので。 ね、AU さん、ソフトバンクさんは 3, 3, 3つの容量があるけどどこも2つの容量しかないのでここは要注意ですというところですね。はい、もちろん、Google さんで買う場合はどれでも選べます。値段はもう言った通りですあ20万円を超えているのがえっと 3, 3キャリアの中でいうとドコモの512とソフトバンクの5 1 2ギガモデルがなりますと。ちなみにそれは Google さんで買うと18万9,900円なんでまあだいぶお安くなるとまあ分割も一応あの12回払いで一応あのペリでやってますけれどもあのま,あまあそれをもも選んで1年間払うのもありかなともちろん,なんか1年後にじゃあ次のピクセル本当とに9が出るのかフォールド2になるのか何か分かんないけど。 まあ買い替えたとしてもその時はまたそれはまたリセール前に売ればいいだけの話なので、うん、まあそういう形で使っていただけるといいのかなと思いましたあとはまあストアクレジット Pixel8 Pro の場合は5万円分いきます、うん、でこれ何買おうか、まあ、僕は一つはこのまあ時計はありかなと思いますけども,、はい、でも他の時計使ってるよとかいや普通の機械式は好きなんだよっていう人はまあどうしましょうかっていう時にじゃどれをっていうのはまあ楽しい悩みではあるんだけど、まあ、一応ちょっとどうしますかねみたいなところもあるので、まあ、ここは皆さんあの じっくくり悩んでくださいっていうとうころかなまあ,あの非常に僕はあまりマイナスはない端末だと思ってますんで,です、ねはい、あのまあ本当に損をしないというか、うん、あの楽しめる端末だと思います、はい、さあそしてズバリやっぱり Google が提供するサービスをまあ存分に使いたい人、うん、あとはまあその最近出てきてるそのここ数回「t e n s,、はい、<S シリーズのチップセットを使った AI を楽しめる、うん、まあ今回やってないですけど、うん、まあ文字起こしとかもそうだし あの僕らなんかだと取材するときにレコーダー使うんだけどはい、はい、まあレコーダーはもうほぼ皆さんもうメディアの人間ほぼ全員ピクセルです。はあ、もう文字起こしが全然楽なんで、全部適当でバーっと喋っているんでもうすごい。うん 外外人だだっったたらら英語でバー今は混在の言語もちゃんと取れるようになってるんでそういうのを含めると絶対これはいいでしょうってとこだと思いますそれを最先端で楽しみたい人。それは大きいかもということでございますぜひ皆さんも各お店キャリアショップ3キャリアとも行けますし家電量販さんとかでも売ってますんでぜひ実機を試していただいてできればオンラインで買ってだいてですねさっきゆくちゃんにお見せしたんですけどこういう。 まだ間に合うとす数量限定なんですけど、ええこういうバッグが実はスマホ入れられる、ブルさんで買うとこういうのがついてきます。でこれをまあこんな感じで、はい。こんな感じででまあまあこう僕じゃないですけどどちかというと、でも可愛いですよ。色味もね、うん。っていうんでこれが付いてくるそうなんで、まあこれをゲットしていただくのもありだと思いますので、そういうのも含めて楽しんでいただけるといいかなという感じでございます。はいはいありがとうございます。ぜひお楽しみください。はい。 ニュース行ってきましたです。どこに行ってきましたか 2>,？2つほどありますが、1> はい、ま1番大きいのは多分、その今今話題の、はい、どこも通信品質改善の取り組みについてという説明会がございましてですね。そうですかはいで、10月の頭にありましたんで、はい、ちょっとその様子をお伝えしたいと思います。で、ちょっとこの半年くらいですと、ちょっと。 通信がいまいちみたいな話がある中で、えー、と5月7月と連続してそのいろいろ対策してますよっていう説明会があったんだけど、うん、まあ今回はまあその7月までに出てた分のまあ対策は完了したとか、まあ、だいぶスループとも上がりましたみたいなのもあって説明を、えー、していただきました。はい、でまあちょっとまあ本当に地方の人には申し訳ないですまあローカルの話でいうと渋谷。 スループとかなり向上して 5G のエリアも調整ができたそうですで実は結構大変で今渋谷って、まあ、あの東京お住まいの方はよくご存知だと思いますけど実はめっちゃ掘り返してるんですよ本当に、はい、もう僕は渋谷に近づかないと思うぐらいもう嫌なんですけども <laughs>、はい、要するにねホームとかもうその建物とかも全部ひっくり返してやってるんで。 だからまあなかなかアンテナの配置とかも全部やり直しになってそれも大変だったそうなんですけど駅周辺の基地局の 5G4G の駅のまあいわゆる設備を常設したりとかまあカバーエリアもこの。 えアンテナのねチルトとかも含めていろいろ調整をしてえと7月の段階で当時の玉鷲は 10Mbps ぐらい出てたのが 20Mbps 以上に出るようになったりとかかなりあの渋谷駅周辺はかなり改善されたそうですただそれがまああの全てではないというところもあってでちなみにあの同様に前からそのえ対象点としてよく上がっていたえと新宿池袋から新橋この辺りも同様にえと同じように新しい基地局を建てたりとか。 えー、基周辺の基地局の 5G を増設したりすることで、まあかまあ、だいぶ良くなりましたとこ後も大体だから 5G だともう100メガ以上出るとこも出てきてるそうなのでかまあだからかなり改善はされたそうです、はい、まあ一応今までもやってたことではあると思うんですけれども品質を確認して対策を検討してじゃあ対策を実施するみたいなこのサイクルをちゃんと回すようにしますよっていうことでじゃあその品質確認でどうするのって話でちょっといろいろやってるみたいなんですけど、まあ、コアネットワーク要するにまあネットワークの中の設備とそれから基地局経由 あと例えば僕らみたいなユーザーの端末に対してということでユーザーさん側が例えばあの、えー、渋谷によくお越しの篠崎さんが「あんたつながんないじゃないわよ」って言って一生懸命この。 あのお客様が申告する場合っていうのをしてくるだろうなっていうのをちゃんと予測できるるよよううににちゃんと分析したデータを取るようにするそそうです<ー>ででその予測するのは当然 AI を使うんで,で実はドコモさんは付加価値基盤ってドコモの LLM っていうのがあるんですけど、うん、大規模言語モデルっていうのがあるんですがこれを使ってこれをまあ今年の確か8月ぐらいに、うん、あの運用開始しますって言ってたのをまあ早速生かしてるそうなんですけどで何をそれを見てるかっいうと要するにその。 SNS とかの「あんたどこもつながんないじゃないわよ」みたいなことをゆきちゃんがツイッターとかツイッターではないね X, X でつぶやいたりとか SNS でどっか例えばインスタで「ダメどこもつながんないわ」みたいなことを書いた場合にそういうのを情報も集めてきて一応対策をしますとあとはどこのスピードテストアプリとかも使ってあの速度測れとかでもまあやるそうで全国で2,000か所以上。 あとプラスアルファは鉄道の線東京でいうと山手線、うん、まあ例えば総武線中央線、うん、まあ北に行くからじゃあ埼京線とか、うん、まあ東海道とかもそうだし関西環状線、うん、大阪環状とか、うん、まあ東海道線とか。 そそれでその感染をベースにしていろいろ対策を打っていきますという話だそうで,、うん、であとまあ技術としてはまああの他社は結構先行してやってるけれどもマイモって言って MIMO って書いてあるマイモって呼ぶんですけど要するにまあアンテナを普通1個立てて放射型にこう 電波を吹くんですけそうじゃなくてアンテナを分割してこっち向きの人こっち向きの人こっち向きの人みたいな感じで分けて送信するような技術があるんです。これはあの実は Wi-Fi のあの普通のお家の無線ランとかにも最近前も対応でとかもあったりするんですが、これをあの 5G の基地局の中に一部入れてこれから順次効率を上げていきますというところだそうです。でまああとまあ前もちょっとそのソフトバンクさんの説明的にもちょっと言いましたけど、要するに 5G がつながるか。 4G のままかみたいなギリギリの場所めっっちゃ渋谷あった、うん、でこれを何、ね、とかできるだけうまく、えー、と回線を、まあ、4G か 5G かを選ぶように調整をかけてるそうです<ー>でそのほかにも、まあ、エリアチューニングとして、まあ、前も言ったそのいわゆる、えー、何アンテナの,この角度の調整とか出力の調整とか方向の調整とか。 キャリリアアグリゲーションを束ねるのをど,どこからやりますかみたいな話も含めていろいろやりました。で年内に一応300億円の先行投資を実施して、まあ、全国認証箇所および鉄道と動線の対策を、うん、まあ一応やりました。でこれで終わりじゃなくて来年も続けてやりますと。 これからあのまあとまあとこれからのシーズンだと何、まあ、年末かなクリスマスとか千葉県にある東京とか大阪にある大阪にある、うん、あれとかそうい、ん、うとこはもうすごく人が盛り上がりそうなんです、うん、そういうところはできるだけ対策しますとか、はい、まああの有名なところでねまあ例えば東京だとまあまあちょうど今やってるのがジャパンモビリティショーとかで、ね、も、はい、たくさん人がいらっしゃるしはい、はい、あれううとかもちゃんとイベントがある時もちゃんとトラフィックが流れるように対策をしますというところだそう そんな困難もあっていろいろ話を伺って、うん、一応質疑応答でも聞いたんですけどちょっとまあ、はい、まあどこのさん頑張りましたってこれは僕良かったと思うんです、うん、まあこれで、まあ、言い方悪いけど尻に火がついてかなりねじまいて頑張りましたとか、うん、僕は良かったと思います、うん、多分全国的にこれからちょっとまあすぐは全面的に良くならないかもしれないけど。 まあちょっとずつ良くくなっていくと思うのでうんちょっとまあ,あの我慢して使うとか副回線なんか他の入の情報ならなポ,ポ入れるかみたいな話も含めて <laughs> DRC で使うとかいろいろあるんでやるんですがただドコモさんの,そのえっと役員の方にも話を伺ったんですがちょっとドコモさん真面目にこうやりすぎかつそのストレートに技術を 選びすぎてててる感じがしなてんてでかっていうと要するにこれあのソフトバンクさんの説明会的にも話題に出たんですけどソフトバンクさんってあの子会社グループ会社にアグープっていう会社があるんですそこって位置情報との情報でいろんなこう情報を集めることをやってらっしゃるでまあ実はそこで端末の中に入っているアプリで例えば渋谷区にいらっしゃるこの人たちのうち この辺の人たちはこれぐらいの電波の強度で受けているけどこの辺の人たちはこれぐらいの信号の強度で受けてますみたいな情報を、まあ、統計データとして取る機能をいろんなアプリに実は入れてるんですよソフトバンクさんで有名なのは昔,だ昔話題になったらラーメンアプリ。 ラーメン屋さんのアプリがあったんですけどあれなんかはまさにそこで実は中にアグープさんが作ってたのかなそこの中に入ってて当然そこにお客さん行くわけだから移動するわけなんでそれぞれ使うただそれは町田が中心だっていうのもあるんですがちょっとそういうのも含めていろんな用してでエリアでここら辺は混雑してこの時間は金曜日のこの辺はこのラーメン屋の付近はラーメン屋の反射だけじゃないですけどねっていうのも情報を見て対策しますみたいなことをやってたそうです。 それがやっぱりいろんなことを含めてそういうのも含めてやったことがまあ構想してると実は au さんも今月何ギガ使いましたみたいなアプリがあるんですけど「マイ a u 以外にデジランアプリってあるんですけど、はい、あれも実はあの、えー、と端末の情報を送りますかみたいなやたらと確認画面が出てくるんですけどはい、はい、あれはまさにそこで品質情報を皆さん取る努力をしてるんですよ。はいはい、あえドコモさんの場合は ドコモさんの場合は位置情報に合わせたコンテンツはですね。やってらっしゃるんですよ。それはコンテンツのためにやってるだけであって。残念ながら、そこで、えっと、何、世田谷区に住んでるこの辺の人たちは、この辺にこういうふうに人流、まあ、人流は取ってるんだけど。この辺で、なんか電波状態はよくないみたいな情報は、残念ながら取ってないそうです。ここは何があったかっつうと、まあ、よく企業とか、その組織の議論の中に出てくる、やっぱり縦割りの。 ネットワークはネットワークの人たコンテンツはコンテンツの人たちみたいなコンテンツの人がこの情報はこういうところを取ったらこっちの人に役に立つんじゃないかって発想は残念ながら生まれてないようで今回こういうことが起きて周りの人が指摘をしているので徐々によくなっていくとは思うけどもまあやっぱりそういうふうにならないように組織に上にいる人がやっぱりコントロールしてくれないといけないんで。 ちょっとドコモさん頑張っててって言うのは、まあ、まあ、しばらく時間かかると思うけれども。前よりは多少データは流れやすくなったと僕は思ってます。なるほど。まあ、そこで、なんか、何百億追い込め、もっと追い込めはいいじゃん、でもう一桁上げた方がいいじゃないという人もいるんだけど。だけど、で、上げたらどうなるかっいうと、僕らの料金が上がるわけ。そうですよ。そういうこと、無責任に輸入人はダメよって。違う、それは違います。違います。っていうところなので、そこのバランスをどう取るかっていう話ではありますと。他社さんが。こう、もう、先にやってたのに。 ドコモさんは今ですとか、いろいろこうちょいちょいあったじゃないですか。まあそもそもがそもそもなんで。 こうなっちゃったのっていうところですよね。なん、なんで話。はい、だって、私なんて、ドコモで、二十何年とか使ってるわけですよ。だって、もう二十何年前は、もうドコモだから繋がるし、ドコモでしょってとこでスタートしてるわけじゃないですか。なんで、こう、そこで出遅れてるというか、他はやってらっしゃる。まあ、エリアといえば、ドコモで、まあ、いうぐらい、もう絶対割とどこでも、ね。ブランド感あるじゃないですか。ブランド感もあるし、実績もあったんだけど、うんうん、一つは。 ドコモさんは割と世代が変わる時 3G から 4G4G から 5G って世代が変わる時大体何かしらやらかすんですよ。2G から 3G になる時もやらかし,やらかしてるっていうかフォーマーになる時にフォーマーだけでエリアを作ってそのデュアルモード機作んなかったんりあんまり1台かな1台しか作んなかったんでみんなどっちかに切り替えるしかないなかなかフォーマーに行ってくれなかったでそれが一つまあ要するに世代代わりの時にちょっとあるのとまあやっぱり正直にやっぱりそのさっき言ったようなデータを取るのにどうするみたいなところはやっぱりちょっとちょっと 気が引けているというか、まあ、あんまりそこでアグレッシュにそ,のそういうことを仕掛けないタイプなので手堅い会社って言い方もしますけれども<ー>っていうのもあるのでちょっと厳しいっていうのがあるのともう一つはこの数年のネタで言うとドコモを、えっと、NTT が完全子会社化したじゃないですか、うん、要するにドコモのこう、まあ、株式の公開もやめて、うん、もう完全子会社化しました、うん、散々議論したけれども、まあ、もう強行しましたと。それによって 結構偉い人たちも含め現場の人たち現場まあ,まあ偉い人たちも現場の人も含め結構入れ人が入れ替わりました、うん、で組織もかなり変わりました、うん、だから情報の流通が余計に鈍くなってんのかなと、うん、まあやっぱりもうちょっとこれからブラッシュアップしていかなきゃいけないんだねっていうところでまあそれはやっぱり上にいる人たちがうまく こう組織をまとめ上げて引っ張っていくっていう話が結構大事なポイントだと思うんでうかまあだからやっぱ携帯でかつてはねこうフィーチャーンの時代に携帯でガーッと後から追っか,けて後からあの買収して,入て参入したけどガーッと伸びた。 のはソフトバンクさんですけどそれはやっぱり,っぱり孫さんの力が相当強かったっうのはでその後の宮内さんもすごいしまあ今回今最初やってらっしゃる宮川さんもそうだけどもやっぱり皆さん結構アグレッシブにやってらっしゃる方なのでまあそういう意味ではちょっとまあ いいさんぜひ頑張ってくださいとしか言いようがないんだけど実はこの話とちょっと非常に密接に関わる話がありまして、はい、もうと特にこの直近、はい、こ,この先週今週みたいな話なんですけどゆきちゃんは NTT は、うん どういうい会社だったか今 NTT は日本電信電話株式会社なんですけど元は何だったか知ってますか電電公社素晴らということで,ですね実は昔電電公社っていうです、ねまあ、公的な会社として存在したすごい名前ですね<う>今思えば。っていうのがあったのが要するに民営化しますということで、はい、NTT 日本電信電話株式会社というのができて。 で一応まあ3分割の話があって NTT 東日本西日本 NTT コミュニケーションズって分かりましたとでそういう形で民営化した時に、まあ民まあ、要するに公共の会社公社特別法人が民間の会社になったので NTT 法っていう俗に言われる法律が定められました。要、うん、要すするるにに元の資産はまあ要するに みんなの税金で作ったもんだからさそんな好き勝手にやられちゃ困るんでそれをエンティティホテルできましたっていうのがあって、はい、ところが最近、まあ、世の中がねいろいろちょっと不幸なその戦争とかいろいろ紛争とか起きてる関係もあるし、まあ、いろいろこう、えーまあ、日本もちょっといろいろ頑張ってね防衛しなきゃいけないねっていうんで、うん、防衛予算を取りたいっていう話が出てきた中でまあ まあやっぱりどうしようかななんか予算うまく作る方法ないかなとますそうだ政府には NTT 株というのがあるじゃないかこれを売り出せばいいじゃないかっていうんで NTT 株を売り出す話が、まあ、ちょこちょこ去年去年ぐらいかなちょっと話が出てきましたと。で要するに実は NTT の株って3分の1は一応財務大臣が持ってるわけですよ。株式の3分の1ですから、ね、要するにまあまあ,まあ完全にそのコントロールできる権利があるわけです。 NTT も民営化しちゃいましょうっていうような方向で話が出始めてるまあいいかどうかちょっと置いといてそれに対して NTT はちゃんと説明会を実は先週やりまして全く同時刻に KDDI さんとソフトバンクさんと楽天モバイルさんが 会見ありましたちなみに先に手を挙げたのは3社の方です後から追っかかけたのは NTT さんの方ですだから割と NTT さんエグいなと僕は思いましたで何を言ってるかっつうとこれはまあちょっとそのプレゼンの資料とかはちょっとまあ見てもらうといいと思うんですけどまあ何を例えば経験の,の高橋さんとソフトバンクの宮川さんとアトラクティブモバイルの鈴木さんが出てきたんですけど高橋さん何を言ってたかっつうと要するに NTT 法を 見直すこと、うん、法律は古いからね、うん、だって民営化したのはもう前世紀でございます二、ねはい、20世紀でございますね、はいはい、古いですから、うん、まあ見直しはした方がいいでしょう例えば国際競争力をつける強化するために、まあ、例えば実は NTT さんって研究開開発をししたものは全部開示ななきゃいけないけです国民の元の財産をベースに作った技術だからそれは開示してよって話なんだけど困るわけです、うんはい、あと社名変更もできない 例えばうちちょっと面倒くさいから株式会社 NTT にしますとは言えないんですよ。うんうん、とか、まあ、あと取締役がこう選べるのも例えば実は今の時はあんまりないんだけど外国籍の方が取締役に入るのとかは実は実なんですよ、ね、うでそういういろんな法律がある中の,、うん、その国際競争力を強化するための部分は見直してもいいですよっていうのが、うん、まあ割とこう意見としては高さは上げてない。 NTT グループと他の通信業者 KDDI もソフトバンクもそうだし今回実はその会見で180社ケーブルテレビ会社とかいろんな通信会社がみんな一斉にあの手を挙げてあの政府と自民党とかに対してお願いを出したそうなんですけれどもその中でも出てくるのがやっぱり NTT グループと他の事業者の要するに競争環境をちゃんと作りましょうだから万今ユーザーザがいるそうなんんですけどこの人たちちに対してちゃんと。 まあ電今だと電話サービスなんですけどちゃんと使えるようにあまねくサービスを提供してくださいっていう義務があるんですけどこれをやっぱり維持した方がいいだろう、うん、あとは公共性の高い通信に関しては、まあ、国のコントロール権の確保が必要ですとこれ何を言ってるかというと、うん、例えば NTT さんその3分の1持ってる財務大臣が持ってる株はもう全部売りました今提案、はい、そしたらどこがいいかな、まあ、例えばあのアラブの石油王かなんかが。 あ、私 N. T. T. 買いますみたいな感じで三分の一持ちます。で、買うんだけど、買って普通に運営してくればいいんだけど。私、あの、北海道いらないとかって言って、寒いとこ嫌い。寒いとこには、もう光回線いらない、整備しませんとかって。言えちゃうわけですよ。持ってる株の、主さんが自由にできちゃうってことですよね。Yes, yes. はいはい。ということになっちゃうんで。 でそれはまずいでしょっていう話ななんんでですよまずいかっていうもう一つはこれは宮川さんがおっしゃってたお話でこれぜひ皆さんも理解していただきたいんですけど実は日本のこれ全て廃線から管路管って管ね管路とかも含めて。 え局者とかも含めてこれ実は日本の設備の投資をした25兆円だいたい今で警察と50兆円ぐらいなのかな結構な金額なんですけどこれ皆さんがその電話加入券みたいな形で施設設置負担金を払い込んでるんですけどこれによって成立しているあと税金とかで成立しているものなのでこれを唯一継承した会社っていうのは実は NTT なんですよ。見直ししだったらいいけど廃止にちゃうとそれ全部 吐き出すことになるんだけど、うん、それ僕らは施設設置負担金も返してもらえてない上にその払って作った電柱とか管路とか全部他の会社の人が好き勝手に使うの他の国の人が好き勝手に使うのって話になっちゃうとそれ皆さんいいですかって話になっちゃうじゃないですか。確かにっていうことになるので,でそれはまずいでしょっていうことでエンテティィさんが言ってるリクスもかかるんだけど廃止はないかなと、うん、でもう一つぜひ皆さんもチャンスがあれば。 えっとネット上で古い、まあ、僕は2年前に書いたドコモの完全子会社監督の記事にも書いてますけどもぜひ見ていただきたいんですけどどうやって NTT ができたか要するに皆さんのおと、まあ、若い世代だとお父さんお母さんの世代の人たちが、まあ、それこそ何でしょう丸いのローンでもいいからあの丸いのローンって今は言わないので要するに、まあ、<laughs> まあ分割払いで7万2千円を一生懸命払って自分の電話回線を引いてもらって、ね、そう加入権を買ったんだけど。 ある時それは全部お召し上げになっっちゃったわけですよ一時期加入権で売買はしてる人はいるけど公的には一切やり取りはしないまんま全部召し上げになってるんだけどそれによって作った電柱や管路や配線は全部その次の会社に渡しちゃっていいんでしょうかと。まあ、NTT さんが今政府が3分の1を持って管理してるからいいけれどもこのインフラ光ファイバーも含めて。 いいんですかっていう話がつですでもう一つはじゃあ NTT これじゃあ全部そういう形でちょっと NTT 法を全部廃止しますってことだと東西とドコモいいちゃうかもしれないうん何が起きるかっていうと実は NTT 東西って光ファイバーをナンバーワンのシェア、うん、確か7割近く持ってるのかな、うん、その会社とその光ファイバーを一番使うと思われる携帯電話会社が必つってことは他の携帯電話会社は 競争しにくいわけですね。ですね。<う>うん、っいうことになっちゃうんで、うんうん、だからダメでしょって話したんですよ。で、なので、だからまあそういうことも含めて、ちょっとこのやり方はちょっと NTT さんまずくないですかっていうのが今のまあ。 状況です NTT 法の見直しに関する要望書っていうのは、まあ、今回電気通信事業者や自治体など、えー、MNO ケーブルそれから ISP さんなんかと電力系なんかも含めて180社が自民党の政調会長およびバイオスチームと座長さんおよび総務大臣に要望書を提出したそうで、まあ、これからどういう形になるか分かんないですけどもこれもし NTT 法廃止ですとかってことになると一つ間違うとすいません篠崎さん来月から使い放題プランは 2> 2万円になりますとか割とそういう話が普通る起こりうる話なのでそれぐらい注意をして皆さん見ていただきたいことで確かに防衛費は必要なんだけど NTT 株を売り出すっいうのはお金を作るためには必要だと思うんだけどそこによっしゃチャンスじゃあここでそれとトレードオフでうちはじゃあ NTT 法全部チャラにしてもらいましょうかみたいな感じのことを多分 NTT の。 まあ上層部の方考えた方がいらっしゃるんじゃないのかなっていうのが僕の推測。あくまで推測ですからね。一般国民は何をしたらいいですか？それはダメです。廃止はダメ。です。そうです。誰か書面運動でもやってもいいんだけど、廃止はダメです。そうです。ちゃんと管理をしないとみんなの資産ですよってこと。NTT 法見直しは結構要注意だと思いますので注目していただければ。そうですね。いや今の国の動きまで勉強になりました私。はいありがとうございます。 今話題の Google Pixel 8 Pro をお届けしました。はい。はい。で、えっと Google さんの方からケースが、うん、プロ用のケースであります。はい、で一応5色展開でございますので、うん、ぜひご興味があれば、ね。これあの Google シリーズのカバーって、はい、こう裸にしてるとここの突起がめっちゃあるなってイメージあるじゃないですか。で、はい、カバー入れるとぴったりくるっていう状態が最高に私好き。ここは割,割とこれがこれいい感じ。小林先生はご一緒に。 いやいやいやもうこれは身頃、うん、まあ5一2かな <laughs> 頑張って買います <laughs>、はい、はいと思いますぜひ皆さんの音声マジック、はいはい、そうですね、はい、音声消しゴンマジックと普通の化粧マジックと、うんはい、ええー、まあ首のすげ替えのやつも面白いのでぜひお楽しみいただければと思います <laughs>、はい <laughs>